こんにちは、みりんです。サムネとタイトルに多分水没林と書かれている通り、今回は孤島に来ています。今回はムクロの位置に関するお話。まずは映像をご覧ください。おかわりいただけただろうか。もう一度ご飯いただこう。まず1棟目。クロギーがエリア内に入る前に始末することで、エリア外にムクロを置けます。2棟目。次はエリア内に入ってから仕留めます。すると、どんなに吹き飛ばしても基本的にはエリア外に出ることはなく、必ず壁に阻まれるのですよね。このように、エリア内から壁の外に出せないということをまずはご理解ください。ではそれを踏まえ次の映像。こちらは水没林エリア10の壁際ですね。それでは少々お待ちください。お分かりいただけますかね。もう1匹もぶち込みましょう。このように、水没林ではハンターの行けない壁の中にモンスターが入れる、といった具合な場所がちらほらあるんですね。で、ここまでが前置き。動画の本題はここから。前回動画に続き、またもや水没林エリア1に来ました。まずは映像を。まあこのように、ここ付近の林はちゃんと壁があって小型のムクロも飛ばないんですね。残りの2頭も飛ばしましょうか。3頭目は反対側に。これでこの付近の壁がしっかりあることはお分かりでしょう。次、ドスクロギー君に来てもらいました。とりあえず瀕死になってもらいましょう。その間に状況説明。エリア1の先ほどいた林付近に痺れ罠を設置しています。なので瀕死にした後は何はめて位置調整して飛ばす。てないった感じにあります。というわけで瀕死ですね。向かいましょう。おい、素直に罠入らんかわれい。かかった。では林の方に飛ばします。このようになんか若干壁にめり込むんですよね。一応先っちょを剥ぎ取れるので問題ないんですけど、なんか壁に入るんですよね。本来、大型モンスターは体の末端が壁に埋まることはあれど、軸の部分は絶対入らないはずなんですけどね。一応、昔ドスジャギーを裏世界に飛ばした際、軸は後ろ足付近だったことは確認済み。そのためドスジャギーと骨格が同じ黒の尻尾付近に軸があると考えにくく、動画にまとめさせていただきました。理由わかる人教えてくださいということでね。動画を終わりたいと思います。次回の動画は見てー。ご視聴ありがとうございました。